ダイエット中だけどどうしてもお菓子が食べたくなった時の対処法をお伝えします。ダイエット中にどうしてもお菓子が食べたくなってしまった、さてどうすればいいんでしょうか。この動画を最後までご覧いただきますと、ダイエット中でも太りにくいお菓子の食べ方、そしてまた対処法がわかりますから、ダイエット中でもお菓子を食べながら痩せることができるんですよ。では早速本題に入っていきましょう。ポイントです。食べる回数なんですね。お菓子を食べてもいいんです、ただしその回数が大事ですということなんですね。では具体的にそのなぜ食べる回数が関係しているのかという理由についてお伝えしていきます。こちらインスリンがとても影響を出しているんですね。でインスリンというのは別名肥満ホルモンと呼ばれているホルモンなんです。でこのホルモンはどんな食べ物を、食べたにしても大なり小なり絶対にこう出るホルモンなんですね。ただ、出やすいのはやはり糖質ですよね。菓子パンだったりケーキだったりパスタだったり、そういったものはやはりインスリンが多く出てしまう食べ物なんです。ただしこのインスリン出ますけれども、そのインスリンを出す回数に気をつけないと太ってしまいますよということがこのポイントにつながっているわけなんですね。でここでちょっと気温、お部屋の気温について例えてお伝えしていきたいと思います。今あなたがいるお部屋が、快適、今暑い季節ですから、24度でクーラーで快適に保たれているとしましょう。でこのお部屋の温度があなたの体重だと思ってください。そして手元にあるリモコンがあなたのその食べる回数、イコール押す回数と思ってください。では今からお伝えしていきますね。今すごく快適な温度です。24度、イコールあなたが快適な体重だとしましょう。そして同じものを1日かけて食べるんですけれども、例えばここでその同じ、1000キロカロリーだったとして、この1000キロを2回に分けて食べた方と、ちょこ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 何回にも分けて食べた方というのは、その食べた回数がリモコン押す回数ですから、例えば2回に分け食べた方は温度がピッと、2度上がるだけですから、そんなにお部屋の気温の差って感じないですよね。ところがこれを、例えば10回に分け食べた方はリモコンを10回温度を上げていくわけです。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、10回温度を上げたらものすごい差になりますよね。もうお部屋が暑くて暑くてたまらないわけです。イコール増えた体重ということになるわけなんです。ですから食べているそのもの、質も大事なんですけども、実はあなたがその口に運ぶ回数が太っていく原因だったということなんですね。ではここでお菓子とどういう関係があるのかということなんですが、例えばあなたがお菓子を食べるときにちょこ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 食べていたとします。朝と昼の間とか、昼と夜の間、夜ご飯を食べた後、夜食とか、カロリーはトータルなかったとしても、その食べるたんびにインスリンを出していらっしゃるわけですから、先ほどのリモコンの押すボタンの回数と一緒です。あなたの体重設定値がどん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 、そんなに食べてもないのに上がってしまう、イコール体重が増えてしまう、そういう体質になっててしまうんですね。そこで、では具体的に、じゃあどのように、お菓子、食事にもつながりますけれども、どのようにお菓子を食べれば良いのか、太りにくいのかという具体的な事例をお伝えしていきます。ポイントが3つあります。1つ目です。まず間食にしないということです。先ほどの体重設定のリモコンのお話しましたね。もうまさにそのことなんです。お菓子は食べても良いですから、ご飯とご飯の間とかにこう間食として食べないでくださいねっていうことです。ではいつ食べればいいのっていうことですけれども、こちらもう食事とセットでお菓子も食べてしまいましょうということなんです。そうすればあなたは1日トータルかけて口に運ぶ回数が減るわけです。
ですから例えば、まあ、和食のお膳があったとしたら小鉢にちょっとチョコレートを最初から入れるとかですね、ちょっとこうミニケーキ入れてみるとか、とにかく間で食べない、食事と一緒にもうおかずの一部としてお菓子を食べてしまいましょうということ。そうすればインスリンが小中出ないわけですから丸なんですね。ただしやはりお菓子の質も大事です。ですから腸内環境が喜ぶようなやはりお菓子を選ぶことがとても大事なんですよね。で私別動画で太りにくい、まあ、コンビニおやつ3選とかですね、おやつのご紹介もしておりますから、ぜひこちら詳細欄にリンク貼っておきますのでチェックされてみてください。要するにその腸内環境が喜ぶおやつを食べれば良いんです。しかも間食にせずそういったものを食事とセットで召し上がればどんな食べ物もインスリンが出るわけですから、もうとにかく食事とセットで腸内環境が喜ぶおやつ、例えばゆで卵であったり無添加のチーズであったり素焼きのナッツであったり、まあ、そういったものを詳しくご紹介しておりますのでチェックしてみてくださいね。それでは本日動画のまとめです。お菓子を食べたくなってしまった時は回数を気をつければいいんですよということでしたね。食べ方は先ほどお伝えした通りです。さあいかがだったでしょうか。このチャンネルはこのように腸活やさまざまな健康法をお伝えすることで女性の方がきれいに痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録していただきましてどんどんご参加ください。私とても励みになりますし嬉しいです。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。